さい。はいさい。はいさい。はい、今回ですね、はい、名護の方に来てるんですけど、モリモリさんのおすすめの酒屋さんがあるということで、はい、じゃあ、はい、手ビチが最高だよ。手ビチ。でも家だよね。これ家。まあ蕎麦屋あるあるなのかな、このちょっとあの古民家系な感じが。この草もね、ラピュタでしか見たことない幻想的な感じですね。赤バラ、ハイビスカス、鼻鼻打つ前にここで食ってもいいかもしれない。失礼します。こちら中です、店内ですね。サインも多くて、で今こちら店内ですね。ライオンさんと孫さんも来てますね。孫さん来てるじゃん、はい、こちら多分あの、まあ、セルフで飲み物を取ってってことで、結構めっちゃサイン多いね、うん、昭和のドラマで見るようなこの席のセットというか、ね、昭和のドラマでありそうだよね。食券で買うような感じなのかな。トッピングもあるんだ、いいね。トッピング、ソーキ、三枚肉、手びち、まあ、お蕎麦屋さんなので、まあ、蕎麦屋が、あ、蕎麦が、ソーキ蕎麦、具なし蕎麦。具なし蕎麦350円、安い。気持ちよっすよ。え、これで350円。安い。安いね、うん。あ、フーチーバー蕎麦もいいっすね。フーチーバー好きだっけど、はい、フーチーバー行こうかな。いや、めっちゃうまそう。ソーキ蕎麦。いいね、昆布。昆布も昔の蕎麦屋って感じだね。気づいたらなくなりとか言っていいっすね。嵐の桜井翔くんがもうプライベートで来るぐらい、うん、すごいね。ラーメン発見で乗ってます。おすごいすごい、漫画に乗ってる。俺たちも漫画に乗りたいな。大体も漫画乗ってる。 BL? モーリーとハローキーは BL 乗ったことがあるんだよ。あ、ハロー同人 BL 作られたことがある。そうなの。モーリーハローでその本読みてーと思ってるけどなかなか手に入らなくてよ。読みたいと思うんだ。いや、面白そうじゃん。ちなみにあのここにチャギ&アスカのアスカさんが座ったそうです。俺も岐阜ハブして俺も岐阜ハブしてここでで、ちなみにここは桜井翔くんが座ったそうです。俺も桜井ラップしてこちらですね、あの見てください。これグースなんですけど、これ持ち帰らないでくださいっていう。多分相当美味しいんです、うん、やっぱうっかり持ち帰ってしまうあるあるがあるかもしれない。僕その節あるからちょっと気をつけて。はい、到着しました、はい、フーチーバーソース。めっちゃ大盛りだね。見てこのフーチーバーすごいよ。こんなふんだんにフーチーバー使ってなかなかないよ。これすごい。しかも平麺、平麺ですね。なごっていう感じ、はい、すごい。で、アンジェラが手びちそば、漫画に載った手びちそば。すごいね、あれ、あれの通りだね、うん、すごい。しかも5個も入ってる、うん、すごいね、うん。そしてもう三枚肉そば、いつの間にかなくなっちゃう三枚肉そば、はいはい、気がついたらなくなるというのを伝説のそばですからね。あ、スープ透明系、あっさり系っぽいね。ちょっと味してみて。はい、いただきます。めっちゃ優しい、あっさり系、野菜の味がするあるから、うんうんうん、甘みがある。この葉っぱ、うんうんうん、これなんですか。レタスかな。レタスの、あ、違うな、貴重なレタスじゃないな、これ。なんだろう、野菜の甘みがめっちゃ強い。うん、いいね。これが気になりすぎて、手びちの前から食べてしまった。ムルモリさんがおすすめの手びち。プルンプルン。プルプル。俺、手びちを 2個ぐらいまでしか食えんわけよ。うん。ちょっと重くて。ちまぐ。これめっちゃ美味しい。フーチーバーそば、いいですか。揚げ豆腐が入ってる。そして三枚肉、昆布、手びち巻いていっちゃっていいですか。うん、美味しい。うまいね。やっぱこのフーチーバーがね、うん、めちゃくちゃ効いてるんですよ。うまい。好きだよね、本当に。めっちゃ入れるもんね、うん、フーチーバーとパクチー好きだよ。うちなんちはパクチー流行る前からね、あのパクチーブームに負けないぐらいフーチーバーブームですからね、昔からね。ブームあったんだ。うん、ブームですよ。食えない。マジで。昆布いいよね。昆布入ってるそば好きだね。名護昆布入ってるとこ多くないですか。うん、多いか、多いかも、うん、昆布最近減ってるけどね、昆布入ってるところ、うん、私はあっさり勝つおうかな、これは。うまい、いいっすね。そうですね。麺も平麺、うまい。こちらがモーリーの三枚肉そばですね。三枚肉そば、気がついたらなくなるという、あの箸が止まらんのそば。あ、いいね、うん、昆布だし効いてるね、めっちゃ昆布、
うん、これも美味しい。ヒーローさんも子供の時から通ってるんですね。あの作家さんの方がね、あの、はい、ヒーローさんが来ますよという話してて、名護の人はもうここ定番かもしれないね、うん、甘いにとろとろ、あ、とろとろ、うん、美味しい。手びちも柔らかいですか。うん、味付け最高。この脂身のとこトロトロだけど、うん、肉のところしっかりしてる歯応えがちゃんと、うん、すごい。あ、これ通うわ、うん、そう、パンチが認めた。ヒーローさんの子供の頃になりたい、うん、このヒラメですよね。いや、美味しい。ネギも死にいっぱい入ってる。うん、フーチバがこんなに入ってるそば屋なかなか見たことないかもしれない、うん。フーチバのにこっちまで釣れてた、すごいよね。手びち美味しい。手びちって豚のどこだった。1個交換しようよ、手、手なんだ。手びちは手、うん、うん、うまっ。昔の長屋の三枚肉ね。お、気づいたなくなってた。オカルト的にはこれ幽霊だ、うん、気づいたらなくなってきた。やば、気づかんかった。あえてボーリー背中突破さんといてんな。マスで、ちょっと面白い情報も聞きましたので、はい、そちらの方も、うん、はい、見に行ってみますか。見に行きますか、はい。この新山そばさんのおすすめのパワースポット、道路の真ん中に木があります。ガジュマルの木です。自分で支え作ってる感じにの下に伸ばしてるね。でこちらの説明が、うん、ここですね。天然記念物なんだ。天然記念物になってますね。こちらは、外からの目隠し悪霊を防ぐものと言われているという。貧困が古民家の前にこうなってドンって、うん、でかい壁みたいな、うん、あれが、ガジュマルからサニン違う葉っぱが生えてる。こちらね、違う種類の葉っぱが生えてる。すごい。樹齢300年じゃあまだまだ新山そばは若手だなと思って見てるっていうことだね。100年でもすごいですね、このガジュマルは。そうですね、樹齢300年300年、書いてますね。書いてます。ここは松の木があったらしいんですけど、はい、でそれをこうガジュマルがこう覆って中の松が枯れちゃってっていうような感じで、すごい。ガジュマルっていうのはこの気根があるんですけど、これがこう伸びていって、でここで下の方で根っこ張って、だからこのヒゲがものすごく重要な、あれやってるんですよ。で、はい、ここもあの飛び火みたいに作ってるんですけど、これはあの、はい、まあ、つっかえ棒みたいな形で、あ、支えるために作ってるってことですか。そうそうそう、そうなんですよ。だからよくあの、観光の皆様、なんか祠かなんかこっちにあるんですかと思ったら、ベンチしかないからどうなってるんですかなんておっしゃるんですけど、あ、じゃあ支えるために作ってる。そうそうそう、すごいですね。3、40年ほど前まではなんか虫の被害とか、はい、なんかそういうのもあったんですけど、結構地域で消毒活動とか、はい、またそういうのを一生懸命やっていって、どうにかこうにかこんな感じ、はい、みたいですね。すごいですね、親切なあの鹿島のおじさんが。キジムナーだったかもしれない。キジムナー急に出てきたからね、はい、なんかけどありがたいね、改めて教えてくれて。でもやっぱ地域の人からめっちゃ大事にされて、ね、愛されてるからやっぱ、ね、紹介したいという気持ちもね、やっぱりあるんだよね、はい。じゃあパワーもらって帰りますか。帰りますか、はい。今回は100年続く新山そばさんに食べに来てみたでした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。もしや もはや子さん、はい、子さん漢字が違うから